強打撃したんだ。ナンバロじゃないんだ。ナンバロどうじゃない。それを先ほどタロンが言ってたものがあるが、言うことがあったら堂々とバイクワールド貸してある。何をお腹が立派だって言ってみろ。何が裁判所のデタラメだって言ってみろ。中でも言えねえで、武道組み合わって単なる大高だけを売り上げてれば自分たちの存在感があるような、こんなことを勘違いさせるようなことばっかりやってざけんじゃない。それこそ格が違うんだから、本人の格が違うのっていう、そんなこと言える者はどこにいる。それだけの思いということだ。誰が言おうが池上署の前で先週の木曜日もやったが、来た若者が警察官がやったで、そんなものは相手もできない。これはさ、たった知識が少しあるだけの男に対してだ。そういう現状をまさにここでも訴え、裁判国会の前、あるいは繁華街で本格的にやらなければ、本来ではこの反対側の警察庁、横の警視庁、法務省、そういう前で長い時間やらなくちゃならない。だけど本の触りしか今のところやらない。警察庁のっていうのはまさに逃げ回ってる。臭い。申し訳ない。警視庁もそうだ。この北詰が池上省やあるいは法務大臣を訴えたものの書類の関係、そうじゃなくても池上署の理不尽さというもので、あ、ありがとうございます、電話すれば刑事課に電話取り付かない。この刑事は決勝だ。何かをやってるといつの間にか池上署も、それも刑事課じゃない、よく聞け。裁判所の人間も池上署の地域課にわざわざ警視庁に電話したのかかわらず、池上署の刑事地下じゃなく地域課に電話が回される、こういうことをやるんだ。だから北詰を殺そうとかそれの当たり前だということが、その書類を盗むということも、声大丈夫割れてる、そんなにやってない。こういうことながら、メインからまさに心臓も17年間も手術してバイパス手術を40代半ばでやったが、それ以降ほとんど異常はなかった。しかし千葉刑務所へ一番寒い部屋に入れ、そして先に言ったように人の書いた書類をすり替えて出したり、弁護士から来た書類をわざわざコピーして、それをこの下詰めに渡す。原本どうしたんだと言えば
ターを殺して、お前たちがそういうデタラメなことをやったんだという証拠にするから、弁護士が早く書類をお前たちがコピーしたものを送ったのか、あるいは衆院のついた署名したものを送っているのかということで、確認の手紙のやり取りを何回もし、やっと、いやそうではありません、いかんちいかんちの書類は我々は憲法を草薙さんに差し入れてるんだと言うまで書かせ、それを刑務所がコピーした書類を閉じて、その中にしかできない衆院を押すのにも許可がいる、いかんちいかんちにどういう書類に衆院を押すんだ、それも証拠だ、そのためにそういうここに証拠まで残してる、みんなやってる、だから大室俊三はこれをまた証拠隠滅しようとした、憲法をいじめる必要がない、高裁に書類を提出するときに枠外に弾劾のものを消すのであれば、電波をコピーし、それをさらにコピーして細工、枠外のものを消したものを高裁に提出すればいいものを、わざわざ電波を証拠隠滅する、だからその場で押さえて、その場じゃない、帰りかけて事務所から大村俊三の弁護士事務所から赤坂の弁護士から駅に向かった、しかしわざわざ帰ってまでして、おいこれはどういうことだと、いい加減にしろということで書類をまた閉じさせて、割り引をさせて原本を保存したと、証拠を保存したと、こういう苦労を何から何まで神経を使い、神経を使い、そして残した証拠でありながら警察の墓地だとか、どうのこうのだとか、裁判所の回し者だとか、そういうことをバカどもが言っている、こういう現実だから、まさに国葬したり大高商事を応援しているバカども、この草笛を落とし入れているバカどもは追及しなければ、明らかに名前を出して抗議しなければ、本当のこの草笛を市長は通らない、そういう事実に基づいてやってるなり、何も藤島敏史さんみたいな雑魚野郎やらかってるわ、そんなものを絡むために、おいお前あんたは政治家を目指してるんだろうと言ってるものを、穏やかにだ、聞いているものを、私はそんなものを目指してる言ってない、ここにある、藤島敏史様は明らかに市民とは何とは、市民からも知らんが、大きなポスターまであり、デタラメなブログ、それから足尾という